荒らしてる人の特徴、マキャベリズムイコール他人を操ったり、騙そうとする成功、ナルシズムイコール自己中心的で自分が大好き、サディズムイコール他人を苦しめるのが楽しくてしょうがない、炎上が起こると99.53%の普通の人たちはかかりたくないので発言したくなります。荒らす人たちはマイノリティで、友達のいない性格の悪いかわいそうな人たちですというデータがあるのですが、正しいと思いますか？いや、なんかその荒らす人たちはこうだよねみたいな研究が結構あるんですけど、実際問題その本当に確認するのがすごく難しいんですよね。まあ、ネット上のアンケートとかで割と確認する場合があるんですけど、ただネット上のアンケートを答える人っていうので、すでに偏ってるんですよね。なので、実際問題どういう人がどういう発言をしてるかっていうのが、たまたま一人と出会ったからその一人を聞き出しましたみたいな、サンプル数1みたいなのが多くて、なので、なかなかどういう人がやってるかは難しいんですけど、ただ確定してるのは、暇人がやってます。基本忙しい人って、まあ、荒らしをしないんですよ。僕がその2チャンネルっていうサービスもやってた時もそうなんですけど、9割の人って、まず書き込み自体をしないんですよ。その10%の人が投稿をする場合があるんですけど、基本9割の人は見るだけなんですよ。なので、今僕 YouTube で録画の放送を上げてますけど、なんか1万人近くの人が見てると思うんですけど、でもじゃあコメントしてる人って多分1000人もいないんですよね。なので、だいたいその90%の人って単に僕が喋ってるものだったり、そのコメントだったりを見てるだけで、何か文字を打って投稿ボタンは押さないんですよ。で、そこからまあ人によって違うんですけど、いちいち文字を打って投稿ボタンを押す人っていうのはさらに少ないですよね。まあ、コメント1回ぐらいしてみるってあったとしても、基本僕コメント読むことはほぼないじゃないですか。まあ、スパチャが多すぎるせいで、で、読んでほしいと思ってる人っていうのは、まあ、熱意があってやってるので、基本そのスパチャがなくなってからコメントを読むっていう順番にしようと思ってるので、なので、コメントを一生懸命書いたとしても読まれないよねっていうのがあって、大体普通の人って1回書いて、ふーんで終わりだと思うんですよ。なので、そこで一生懸命書けるっていうのは割と暇人だと思うので、なので、やってる行動自体で多分判断すると暇人は成立するんですけど、ただどういう性格か成功かまでっていうのはちょっと推測になってしまうので、そこは難しいんじゃないかなと思います。